はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィジです。では今回はジオンの系譜、こちらを新しくプレイしていきたいと思います。でディスクがですね、ディスク1、ディスク2と分かれてまして、それぞれ連邦軍編、ジオン軍編となっています。今回はジオン軍編をプレイしていきたいと思います。早速ニューゲームからジオン公国を選んでいきましょう。ここからはね、オープニングのイベントになります。1月3日、スペースコロニーサイト3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し宣戦を布告。後に一年戦争と呼ばれる戦いの始まりである。ジオン公国は巨大人型兵器モビルスーツを戦いに投入し、物量で勝る連邦を圧倒する。開戦よりわずか40時間で3つのサイドは壊滅し、28億もの命が失われた。だがこの凄惨な殺戮劇もジオンの真の目的の前では単なる序曲でしかなかったのである。これは愚劣なる地球市民に対する裁きの鉄槌である。神の放ったメギドの火に必ずや彼らは屈するであろう。ジオンは空前絶後の計画を実行に移した。スペースコロニーを強大な弾頭に見立て、地上に落下させようというのだ。目標は南米連邦軍本部ジャブロン。落下するコロニーは連邦軍の必死の抵抗に遭い、大気圏突入後に崩壊、大きくコースを外れてしまう。ジオンは作戦の失敗を挽回すべくサイド5ルームに進撃を開始。一方連邦はレブル将軍率いる宇宙艦隊をルナ2から発進させた。地球の命運はこの一戦にかかっている。諸君らの健闘に期待する。連邦へ、えらく動きがいいが、指揮官はレビルか。モビルスーツ隊を発進させろ。両軍の戦力比は3対1、圧倒的に連邦軍が上回っていた。しかしこの戦いはジオンの圧倒的勝利によって終結する。モビルスーツの威力を前に、連邦艦隊はただなすすべもなく撃破されていく。連邦軍の機関アナンケもまた激しい戦闘により大破し、脱出を試みたレビル将軍もジオンの捕虜となってしまうのだった。ジオン政府はルームでの華々しい戦果を武器に、連邦政府に対し休戦条約の締結を申し入れる。敗北を喫し疲弊した連邦にとって、それを断る気力はもうなかったかに見えた。宇宙都市サイド3はルームでの勝利に色めき立っていた。地球から遠く離れ、過酷な生活を余儀なくされていたスペースノイドたちにとって、連邦に対する勝利は特別な意味を持っていた。我ら優秀なるジオン国国民の前にあっては、数に勝る連邦ですら不毛の衆に過ぎないのである。南極での休戦条約交渉を前に行われたこの演説で、ジオンの人々はこの戦争の勝利を確信していた。しかしその確信は最悪の形で裏切られることになる。今まさに条約調印がなされようとしたとき、レビル奪還サルトの方がジオン本土を駆け巡った。そしてジオンの内情を見取ったレビルによって、ジオンが連邦以上に疲れていることが暴露されてしまう。結局この日は軍事条約の締結のみにとどまり、戦いは継続していくことになるのである。この事態に対し、イレンザビはかねてより進めていた地球侵攻作戦を実行に移す。今戦いは新たな局面を迎えようとしていた。
デビルの機関によって連邦は統制を取り戻しつつある。だが、それも今のうちだけだ。地球侵攻作戦の準備はどうなっている？はい、順調に進んでいます。各部隊は作戦開始の指示があり次第、地球への降下が可能です。そうか。愚かなる地球市民どもの驚く顔が目に浮かぶ。ゾズル様から通信が入っています。回線を回します。いよいよだな兄貴。ソロモンから発信した降下部隊はあと少しで地球降下ポイントへの集結を完了する。第一次降下作戦の開始はいつでも可能だ。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか？はい、ではここからですね、実際のプレイの方に入っていきましょう。おなじみの顔ぶれも並んだところで、開発部の開発プラン提案されてますので、まずこの内容から見ていきましょう。初期の初期なので新しいものは特にないかなと思うんですけども、まず一つ目、MS-06C の改良型、これの開発ですね。さらにこれはドップかな、まあ、こういった機体が地球上で有効になってくるのは分かっているので、ドップはね、研究を行っていきましょう。では各コマンドから確認していきます。まず情報コマンドからですが、情報を見るで部隊とか見れます。まあ、ご覧のような形ですね。例えばエギューデラーズはチベに乗ってますね。デラーズの式15はさすがの数字になっているのかなと思います。あとガトーがここにいますね。ガトーは、まあ、オールドタイプと言われていますけれども、それでも格闘14、射撃13、反応12という数字になっています。でその他シャーとかもせっかくなんで見ましょうか。ドズルは相変わらずドズル専用ザクに乗ってますね。ロベルト・アポリーなんかもいますね。そして同じドレンの無才の中にシャーがいる。シャーもどうなんだろうな、 HLV 乗り換えて地上に降りてもらった方が有効活用できるのかなっていう、でそういう気はしますけどね。まあさすがの能力値に仕上がってるのかなと思います。まあ、運用はよくよく考えた方が良さそうですね。シャアなんかはもう早々に地上に降りてもらうっていう方がいいと思うので、まあ、どっかで乗り換えましょうか。HLV に乗っていて、かつモビルスーツに空きがあるっていうところがあれば、まあ、そこに漏れなくシャア、ロベルト、アポリーを乗せて地上に降下してもらおうと思います。人物で言うとやっぱりギレンが能力抜きに出てますね。魅力17、式14、まあ、カリスマなんでしょうね。キシリアなんかはやっぱり一回り二回り小さい、そういう設定になっていそうです。マクベ式13、まあ、こんなところですかね。あとはランバラル、ジョニー・ライデン、この辺りも能力はね高く設定されているのかなと思います。では、長部の予算投入しておきましょう。今だと情報収集能力が P。あと、敵行動察知入ってますけども、これね、2000投入しておきます。で、開発ですが、まあ、最初のうちは、マックス値投入していきましょう。特にガウ攻撃空母。これはね、できるだけ早く欲しいかなと思っています。新兵器開発に関してはドップですね。で例によって2ターン。かかるものを半分にする倍額投資ありますけども、まあ2ターンだったら必要ないかなと思いますので、このままいきましょう。同じく MS-06F、 これザクのことですが、ザクもね、改良型開発しちゃいます。で続いて外交っていうのがね、あのセガサタン版の初代ギレンの野望になかった項目になりますけども、まあサイド6、あとは月面都市グラナダ、ホーンブラウン、木星船団、軍需産業、敵の軍需産業とありますけども、仲良くしておくとですね、何かと支援してもらえたり、あとは軍備を整える上での装備を供給
してくれたり、いろいろいいことはあります。まあ、一旦サイド6と関係が普通になってるので、金をばらまきましょう。3050。結構な額になってますね。援助していただけるのですか。ありがとうございます。まあ、いかに地球侵攻作戦序盤うまく進めるかで、お金のね財政状況も変わってくると思いますんで、この後できるだけ早くね地球侵攻作戦は発動していきましょう。では早速地球侵攻作戦です。よかろう。全軍に戦闘開始命令を出せ。我が軍はこれより地球侵攻作戦を開始する。目標はカスピ海および黒海の沿岸部。目的はこの地域一帯の地下資源の確保である。また来るべきヨーロッパ中東侵攻作戦に向けてもこの一帯の占領は必要不可欠なものである。今こそ地上が安全だと思い込んでいる連邦の愚か者どもに我らジオンの強さを思い知らせてやるのだ。はい、これで地球に降下することができるようになりました。改めてマップを見ていきたいと思います。今宇宙のマップになってますけども、宇宙のマップはですね、まあ、ルナ2とあとはサイド7、これを除いてあらかた我々ジオン軍のものになっているというのが現状になっています。で、地球の王はですね、まだ地球に降下していないので全部地球連邦のものになっているという状況です。で、部隊の移動なんかはですね、初代ギレンの野望のように、広大な地球上あるいは宇宙をですねちまちま動く形ではなくて、場所を指定してそこに移動するというイメージになっています。なので今ご覧のようにですね、地球上空であれば7分割されているんですけども、この7分割されている中でどこに移動するかというようなことを決めていきます。で、オデッサに突入できる状態になっていますが、部隊をですね、敵の拠点あるいは敵の勢力圏内に移動させた場合は、いわゆる局地戦が発生するんですけども、このジオンの系譜の局地戦、少し他のギレンの野望シリーズと毛色が変わっていまして、敵基地の中心部を制圧するっていう概念がなくですね、敵を全滅させる必要があるので、うまく部隊を動かして敵の中心地を制圧して拠点攻略を進めるという戦い方ができません。なのでまず一つはより多くの部隊を投入する、より強い部隊を投入する、これがね一番大きなポイントになってくるので、オデッサ最初の攻略とはいえですね、部隊を増強してから出撃させていきたいと思っています。なのでまずこのキリマンジャロに上空に位置するこのアフリカにいる部隊のうち、この HLV を移動させましょう。オデッサ上空に移動させます。あとこの後オデッサ攻略した後の話になりますけども、オデッサ攻略した後はですね、続いて北米攻略になっていくかなと思いますので、ちょっとシャーのいるところ確認しておきましょうか。うまくシャーを地球に降下させて使っていきたいなと思うので、シャーのいる場所を確認して、ちゃんとシャーがうまく機能するようにしましょう。ではシャーはサイド4にいましたので、コンスコンの部隊、ドレンの部隊、あとはパプア、ここに、スレンダー、ジーン、デニムがいますけど、これも含めて一度アメリカ上空に移動させていきます。シャアが HLV に乗り換えられるようであれば北米に降下させましょう。残りの部隊もですね、基本的には全部衛星軌道上に移動させていきます。さあターンを送りましたので、またここマックス投資していきましょう。ガウ攻撃空母が開発されるまではシャニムにお金を使っていきます。ではその上でオデッサの方にね、今回は上陸作戦、降下作戦を行っていきましょう。ではまずオデッサに突入させていく部隊ですね、ご紹介していきたいと思います。まず3連星の乗った HLV、
さらにですね、ガルシア・ミーシャ・シュタイナーというね、まあ、あのサイクロプス隊が乗った部隊、さらにザク2を乗せてガトー、レズナー、カリウス、この3人もね降下してもらいます。でロメル、シーバ、この辺りも降下、まあ、だいぶね、部隊を降下させて、一気にオデッサを取っていこうという作戦です。さらに北米大陸の方もですね、部隊突入させちゃいましょう。北米の方は、ここもですね、ガーデム、ドワン、ノリスっていうね、精鋭部隊。さらに、アポリ、ロベルト、シャ。ここはね、楽しみですよね。あとはガルマ、ランバラルなんかも投入していきます。で、ランバラルと一緒にランバラル隊も投入する形ですね。なのでまずは北米とオデッサを確実に取ろうという作戦です。でそこからはですね、うまく地上で、戦っていこうという作戦になります。続いて生産ですね。実はこのジオンの系譜の場合だと専用機、例えばランバラル専用、シャア専用、そういったものについての、機数制限が設けられていないので、例えばシャア専用ザクを10機100機と作ることもできます。できますが、基本的にはね、ちょっとそういう味気ないことはせずに、専用機はまあ自分に縛りを設けて1機のみという形にしていければいいのかなというふうには思っています。なのでソロモンでね、モビルスーツちょっと作っておきましょうか。まあ、ザク2を作っておきます。これを衛星軌道のね、まあ、防衛という形で、作っておきましょう。まあ、さらにサイド砲なんかもね、取られると、まあ、それはそれで非常に厄介というのもありますので、敵が侵入してくる可能性のある経路でいうと衛星軌道、あとはサイド砲ですね。ここには部隊をしっかり駐留させてですね、敵が侵攻してきた場合にはそれに備えられるように、用意をねしておきたいというふうに思っていますので、早速隣り合っていない拠点にいる部隊はサイド方へと動かしていきましょう。こういうところでね、部隊を節約していければいいのかなと思いますので、まあ、余剰戦力になっているようなものについては確実に前線に、送り出していきましょう。ではオデッサ北米、両基地の攻略戦始めていきましょう。でお話した通りですね、敵基地中心部の制圧で攻略完了というシステムではなくて、あくまでも敵部隊を全滅させる必要があるというのが、このジオンの系譜のね大きな特徴になってますんで、そこを、まあ、効率よくですね、攻略していきたいというふうに思います。では部隊を出していきましょう。まあ、大きく改良された点としてはですね、スタックしているところに部隊を重ねられるっていうのがありますね。あとは戦艦とかに入る場合も同じくスタックさせたまま入れるっていうのがね、すごく楽になりました、操作する上では。今までに多分ね、ない、あのジオンの初代版だと残念ながら一機ずつ動かさないといけなかったっていうのがあったと思うんですけど、そこが大きく本当にね変わってますね。むちゃくちゃプレイはしやすくなってますね。敵はざっと中心部にいるだけかな、今のところ。なのでこの中心にいる敵と、あとここの左端にいる敵、ここめがけて突進していきましょうか。ここは突入した部隊を考えると、オデッサではなくて北米ですね。ここにシャアがいる。このアポリーとロベルトとシャアの3スタックで一気に敵拠点に
攻撃を仕掛けるっていうね、なかなか味のある展開ですよね。久しぶりだなガルマ。ここはガルマと地球方面軍司令シャードガルマザビ閣下とお呼びする。この会話ですね。士官学校時代と同じガルマ。まあね、もうガンダムも歴史の長いゲームになってるんで、やっぱりね、声優さんもだいぶお年を召されたりとかしてるってことを考えると、こういうゲームの中でもね、オリジナルの音声が、残っていてっていうのは本当に貴重で、ありがたいことなんだろうなっていうふうに感じますけどね。できるだけね、あのオリジナルの声優さんがずっと活躍できれば一番いいのかなと思うんですけど。で、この局地戦に関しては5ターンですね。攻撃、防衛、まあ、攻防を行って、ジャンプ隊行くぞ。1回が終わりという形になってます。で、当然増援が来たりするので、できるだけ早くですね、敵をね、潰しておく、全滅させていくっていうのが、あのポイントになると思います。その上ではパイロット、やっぱりね、うまく使っていくことが、効率よくダメージを与えられる要素になってますんで、できるだけパイロット持ちは最前線で戦ってもらえるようにね、うまく運用していきたいと思います。で、シャアであれば索敵できますので、索敵をしていきます。索敵をした上で確実に攻撃を当てていくっていうね、戦い方をしていきましょう。ガルマも索敵はできますね。雨上見ててください。で、戦闘陣のスキップとかはね、もちろんできます。キシリア姉さんにも実力を示すことができる。お、これはロベルトだな。ロベルトの戦闘陣はシャア・アポリーとの3スタックになってますからね。まあ、強いですが、6・1機戦車をそれでも3タックを一撃破はできないんだな。敵がね、増援するとやっぱり厄介にはなってくるんで、増援される前に全滅をね、サクッと決めていくという戦い方を、徹底、していきましょう。これで全滅はできるかな。部隊をね、展開して拠点の確保にも走りましたけど、その必要性はなさそうでしたね。まあ、激戦にはならなかったということで、ここはじゃあまずね、北米大陸突破しましょう。この攻撃を避けられるか。これは特番、圧倒的にこっちのもんだな。骸骨のついたヘルメットというのもまた特殊ですけど、お、ここにはランバラルがいる。いや、もう見ていて楽しいな。これでランバラルで撃破完了ですね。ランバラルはランバラル専用機、ガルマはガルマ専用機。専用機は一見性が基本ですね。これで部隊を全滅です。オデッサ攻略に向かいましょう。我が軍の勝利です。オデッサの方にはガトーをね、導入してますからね。オデッサの地形もまずはサクッと確認しましょうか。画面の右上から侵入ですね。左下に敵 A あり、あとは左上にも敵 A あり、でもちろん中央にも敵 A ということですね。まあ、ここも真ん中にまず向かっていって真ん中の拠点を確保しますか。で、一応並行して、右側の拠点も1個ずつ取っておきましょう。3連星もいるし、サイクロプス隊もいるし、ここもね、サクッと制圧していきましょう。シーマもいるしね。いや、本当にそうそうたるメンバーにはなってるな。では、ここも
舞台を出していきます。一度舞台を出したらね、その後楽ちんですからね。ここは3連星です。オルテガ、マッシュ、俺たちが3人揃えば怖いものなしだ。おう、敵さんにとっては最悪だけどな。まったくだ、黒い3連星の強さを奴らに思い知らせてやろうぜ。ここはガト、またこうやって靴輪を並べることになろうと、共にジオンの栄光のために戦おうではないか。ああガト、ここの3スタックも本当に楽しみというか強力ですよね。さあ残りの舞台はまず敵のね、騎士中心部にいる部隊、ここが一番舞台としては大きいので、この舞台を潰していきましょう。であとは真ん中に寄ってくるであろう敵のね、部隊を迎撃していくという方針を取ります。ここはビッターですね。ビッターも指揮能力は多分高いんじゃないかなと思うんですけど、さらにここにはデザートロンベルがいて、シーマ・ガラハウがいてっていうね、強力なパイロット軍になっていますが、61式戦車は一方で索敵がね行えていないので、少し取り逃しありそうですかね。私の邪魔するやつにはおしお、シーマもね、シーマ専用の、まあ、ゲルググのイメージはありますけど、シーマ専用ザクとかもコンセプトであっても面白そうですけどね。ちなみに全く別の話になりますが、ヨドバシカメラの福袋、今年はですね、いくつか申し込みまして、その中にガンプラの夢というのがあったので、ガンプラの夢も申し込んでみました。5000円でしたね。もう最近はちょっとガンプラをね作るっていう機会もほとんどないんですけど、どうだろう、結婚する前20代中盤後半ぐらいの頃は結構やってましたね、ガンプラ。しかもガンプラ合宿っていう名目で何人かで集まってガンプラをね夜通し作ったりとかもしてましたからね。ちょっと久しぶりにガンプラが手に入るかもしれないと、まあ当たればですけどね。画面の右下から入ってきた敵の増援、61式戦車なんですけど、足が遅すぎて多分5ターン以内に快適で行きなそうなので、このターンでのオデッサの攻略はできないかもしれないですね。はい、これで、1回のね局地戦が終わりで、また次5ターンかけて攻略を進めるということになります。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。では今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、次回はオデッサの攻略戦を完了させたいというふうに思います。